海半戦は、ドイツ出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター、音楽プロデューサー。同国のパワーメタルバンド、ハロウィンや、ガンマレーの設立に関わり、ジャーマンメタルの創世期から活動するプレイヤーの一人。身長175センチメートル。10歳の時、ドラムを始めるが、ほどなくして、ギターに興味を示すようになる。12歳の時にもらった。 クラシックギターがギタリストとしてのキャリアの始まり。その2年後、バンドを結成。ジューダス・プリースト、ブラック・サバスなどに影響を受ける。この時期に彼は、初めてのエレクトリックギターを手に入れる。それは、アイバニーズ製の白いレスポールだったという。1979年、友人のピート・シールクと共にアイアンフィストという、スラッシュメタルバンドを始める。 その後、ベースのマーカス・グロス・コフ、ドラムのインゴー・シュビヒテンバーグ、脱退したピートに代わり加入したギタリストのマイケル・バイカートを加え、ハロウィンを指導。1985年にミニアルバム、ハロウィンでメジャーデビュー後、翌年の1986年にオリジナルアルバム、ウォルス・オブ・ジェリコを発表し、ハロウィンとしての活動を本格的に始める。その後、 ギターを弾きながら歌う、現在のスタイルに限界を感じてきたカイは、新たに1000人ボーカリストを迎える決断を下す。そして、当時18歳だったマイケル・キスクが加入。カイは、コンポーザー兼ギタリストとして活動するようになり、1987年に、アルバム、キーパーオブザセブンキーズパート1、1988年に、キーパーオブザセブン キーズパート2オリー・ディース。ヨーロッパのみならず、世界的なスターバンドへとのし上がる。しかし1989年、肝臓の疾患を理由にハロウィンを脱退する。その後、地元ハンブルクの大学で、本格的に音楽理論を学び、1990年に新たなバンド、ガンマ・レイとして、デビューアルバム、ヘディング・フォー・テモローを発表した。1994年、 ボーカリストのラルフ・シーパースの脱退に伴い、ハロウィン初期以来のボーカリスト兼任になる。1997年、ガンマ・レイの活動と並行して、アイアンフィスト時代からの旧友、ピート・シールクと共にアイアン・セービアーを結成。当初は彼ら二人のプロジェクトとしての色合いが強かったが、後にパーマネントなバンドとして本格的に始動する。2002年、 ガンマレイの活動に専念するため、アイアンセービアーを脱退。2011年、かつての名優、マイケル・キスク率いるバンド、ユニソノクに参加することを発表。2017年、マイケル・キスクと共に、フルスハロウィンのワールドツアーに参加しリユニオンが実現。翌2018年、このラインナップで、ジャパンツアーも実施し、来日を果たした。 その後もガンマレーとしての活動を継続しながら、ユニット活動、プロデュース活動も、精力的に行う。夫人との間に、子供がいる。ハロウィン在籍中の頃からフライング V タイプを、使用し続けており、特に ESP 製の自身のシグネチャーモデルである、サーモンピンクのランディ V タイプがトレードマークとなっている。2014年以降は、ガンマレーや、ユニソニックのツアーで、 ギブソンレスポールカスタムも使用している。ありがとうございます。